タトラカータトラ RT6N1 タトラ RT6 タトラ RT6N1 タトラ RT6N1 はかつてチェコのプラハに存在した KD タトラが製造した路面電車車両バリアフリーに対応した部分超低床電車として設計されたが信頼性の低さや KD タトラの破産により短期間かつ少数の生産に終わった1984年 スイスのジュネーブ市電に BEE4-6 系電車が登場して以降、ヨーロッパ各地の路面電車では、床上高さを低くすることで乗降が容易となる、超低床電車が大きな注目を集めていた。その中で、ビロードリコンを経て、チェコスロバキアから分離したチェコ各地の路面電車事業者でも、近代化を行う過程で超低床電車の導入が望まれるようになった。それを受け、 チェコスロバキア時代から長年にわたって路面電車車両の製造を行っていた KD タトラが開発したのが RT6N1 である。両端に主電動機を有する動力台車が設置された3車体、電設車で運転台は片側のみに設置されている。車体は全溶接構造の構成で先頭部と後方はラミネート加工によって作られている。車内は 動力台車を除いた全体の63%が床上高さ 350mm の低床構造となっており、車体長が短い中間車体には車軸がない独立車輪方式のボギー台車が設置されている。前後車体に3カ所ずつ設置された上高扉のうち、低床部には2カ所に両開き式のものが設置されているほか、下部には収納式スロープが存在するため、 車椅子やベビーカーでも容易に乗降可能である。デザインはインダストリアルデザイナーのパトリック・コタスが手掛けたものである。動力台車には2機の手電動機が枕木と並行に設置されており、歯車や自在継ぎ手を介して車軸に動力が伝達される。試作車の制御装置は GTO 阻止を用いた TB10 が用いられた一方、量産車はリベット阻止を使った。 TEB14D が採用されている。中間車体に設置された終電装置を含め電気機器の一部は屋根状に搭載されている。RT6N1 は試作車を経て1997年にチェコとポーランドの3都市の路面電車に導入されたが、中央車体に設置された油圧式ディスクブレーキに不具合が生じたほか、乗降扉、収納式、スロープ、 パルスコンバータなど各部に問題が多発した。動力台車のカバーの形状変更をはじめとした KD による改良も行われたが、2000年に同社が倒産したこともあり、独自に大規模な修繕工事を実施したポーランドポーズナン以外の都市からは2017年までに営業運転から撤退した。試作車は1993年に完成し、ブルノで同年に開催された、 展示会で発表された後、翌1994年から、プラハ市電をはじめとした、チェコやポーランド各地の路面電車路線で試運転が実施され、特に、プラハ市電では一時的に営業運転に投入された時期もあった。試運転は1999年まで行われ、以降は、プラハにある KD の工場に返却されたが、翌年に同社が倒産したことで余剰となり、 博物館も含めて、改定が現れなかった結果、2002年に解体された。プラハ市電には4両の量産車が導入され、1997年から営業運転を開始したが、信頼性の低さや構造上の問題からわずか2年後の1999年に営業運転を離脱した。後述する RT6N2 の改造があったものの、超低床電車の造備は、 シュコダトランスポーテーション製のシュコダ 14T や既存のタトラ系 T8D5 の改造で行うこととなり2006年に SKD トレードを経てポーランドのモダトランスへと売却されたその後は全車ともポーランドのポズナン市電で使用されることとなり後述する RT6MF06AC への更新工事を受けた上で営業運転に投入されている RT6N1 ブルノシ電には計画段階では12両が導入される予定であったが実際は1997年に導入された4両に終わり信頼性の低さの結果早期に9車となったその後1両を部品取り車両に転用することで予備部品を確保し2008年以降残りの3両が営業運転に復帰したものの 保留車を含めても4両のみの異端車であったため、最終的に引退が決定し、2014年から2016年の間に営業運転を離脱した後2017年をもって廃車された。この全車廃車に先立つ2015年に部品、取り用として残存していた1804が、ポーランドのモダトランスに売却され、2018年には1801.1802についても、 同社への売却が実施された。残された1803については同年以降、ブルノ技術博物館で生態保存されており、チェコ国内に残存する唯一の RT6N1 となっている。RT6N1 ポーランドの都市、ポズナンで公共交通機関を運営するポズナン市交通局は、ポズナン市電の路線延伸やバリアフリー工場を目的とした入札を実施し、 1996年にポズナンの機械メーカーである H ・ゼギエルスキ・ポズナンと KD のコンソーシアムが契約を獲得した。重量の RT6N1 が発注されたものの、生産の遅れにより KD から完成状態で納入されたのは最初の5両のみで、残りの車両は HCPE による最終組み立てが行われた。営業運転開始は1997年からで、 あったが、チェコ向けの車両と同様に故障が頻発したことから、HCP の工場内での電気機器や、制動装置の見直しなど大規模な修繕が1999年まで行われたほか、走行路線についてもプラットフォームの幅を狭くする、対応工事が実施された。その結果信頼性が大きく向上し、チェコの同系車両が営業運転を離脱した2020年現在も、 全社とも現役で使用されている。また、2014年以降は講述する RT6MF06AC への近代化工事が実施されている。RT6N に RT6MF06AC、ありがとうございます。